あの男何をしているんだろう。あそこに座ったままもう24時間になる。いつ食事をするんだろう。僕が眠っている間に眠り食事をしたんだろうか。いや、僕は何度も目が覚めた。あの男はずっと座ったきりだ。何をしているんだろう。何か作っているぞ。何を作っているんだ。アキラ、何を見てるの。ん、ダメじゃないの、あれほど言ったのに。だって姉さん変なんだよ、隣の様子。何も変なことないじゃないの。アキラの方がよっぽど変よ。アキラ、アンヌさんがお見舞いに来てくださったのよ。いかが。こんにちは。こんにちは。足まだダメなのよ。お医者様はもうとっくに治ってるはずだって。リツコさんもいろいろと大変ね。当分東京に帰れそうにもないわ。でもアンヌさんとお友達になれたし、防衛基地に勤めてらっしゃるって聞いてびっくりしたわ。あ姉さん、やっぱりおかしいよ。この子きっとノイローゼだよ。ひょっとしたら車に離れた時のショックが原因かもしれない。そうね。ねえダン、一緒にかな。あの子ダンの顔を見ればきっと元気を出すと思うわ。うん、行こう。その隣の人っていうのはどんな人なんだい。男の人よ。2ヶ月ほど前に隣の別荘を買って越してきたんですって。リツコさんも詳しいことは知らないのよ。2ヶ月ほど前。真鍋参謀、何でしょう。近いな。ええ、岸の東北約3キロの地点です。別荘地のあたりだ。参謀、2ヶ月ほど前にもこの地点で同じような反応がありました。変だな。あ、消えた。姉さん、何の音だろう。風でしょ。風にしちゃおかしいよ。風よ、きっと。ご覧なさいよ、なんでもないじゃないの。いや、どうしたの。鳥が死んでるよ。鳥が。姉さん大変だ。防衛基地に電話してくるわ。こんにちは。死んだ鳥が空間でじっとしてるんだって。うん。大変だ。ここを離れた方がいい。どうしたの。ギアム隊長、ギアム隊長。どうしたんだダン。ここで何か大変なことが起こっています。はっきりしたことは分かりませんが。よし、調べてみろ。はい。ダン！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 桐山隊長、桐山隊長、ダンが大変です。
は何だ。お前は誰だ。返事しろ。第17惑星から来たイカルス星人だ。何を企んでいるんだ。我々は美しい星地球を我々のものにする。絶対に。そんなことができるもんか。できる。我々はこの世界から地球を攻撃する。地球人はこの世界を攻撃は愚か、見ることすらできない。どうしてできないんだ。ここは四次元の世界だ。お前たちのいた三次元の世界を飛び越えた未知の世界だ。我々の科学は四次元の世界と三次元の世界とを連結するコントロールマシンを作ったんだ。何？住むには苦しい世界だが、戦うにはこれほど安全な基地はあるまい。お前はどうやら特別の能力を持った男らしいな。だがこの四次元からは二度と脱出はできない。では。ダメだ。ここではダメなんだ。そうだ、カプセル怪獣だ。ギャー。無駄だ。ここでは何も起こらない。次元の違う世界だと言っただろという命令。東京上空に突然未確認飛行物体が現れた。現在海航線で市街地を攻撃中。都内数カ所から火災が発生している。天城、古橋、ウルトラホーク1号で直ちに出動。はい、はい。
その後の状況は？現在8カ所で火災発生中です。飛行物体の正体が突き止めたのか？ああ、海溝線で市街地を攻撃した飛行物体は消滅しました。消滅？ああ。緊急情報、緊急情報、東京湾南方280キロの海域で大型タンカー方針丸12万トンが爆発。地上、今度は東京湾の南方に現れたか。未確認飛行物体はやっぱり宇宙円盤だったの。ウルトラホーク1号、ウルトラホーク1号。あれだ。アンヌ、僕だ。ダン、どこにいるの？アンヌ、アンヌ。ダン。ダンさん、ダンさん。ダン、どこにいるの？の部屋。もしかしたら僕も同じところにいるのかもしれない。でも見えないわ。ダンの声はすぐ近くに聞こえるのよ。僕が押し込んだのは4次元の世界なんだ。さっきの衝撃でどこかに新しい亀裂ができたんだ。だから僕たちの声が聞こえるんだ。出口見つからないの？今探してるんだアンヌ。桐山隊長に伝えるんだ。ええ。地球が侵略されるイカルス星人に。侵略？イカルス星人って？ああ、ダン、ダン。アンヌ、アンヌ。どうしたの？ダン。アンヌ、アンヌ。返事をしてくれ。ダン。そうだ、あれを破壊すればきっと。ダン。
しじゃ。ダメよダン、そんなことをすればその世界から二度と脱出できなくなるかもしれないのよ。そうだよダンさん、ダンさん。しかし、しかしダメよダン。やるよ、やるよ僕ダン。アンヌ、アンヌ。ダンさん、ダン、ダン。私はお前を見くびっていたようだ。お前は誰だ。もう大丈夫だ。四次元空間と地球を連結するコントロールマシンは破壊したよ。本当？うん。あの円盤はもう四次元空間に逃げ込むことはできないんだ。よかったわ。よし、分かった。円盤を追え。イカルス星帰らせるな。ソガ、ウルトラホーク2号で出動。
イカロス星人はあの円盤で地球へ来たってわけね。そして四次元空間に全域基地を作ろうとしたのね。そうだよ。その基地へどんどんイカロス星人を送り込み、地球を攻撃するつもりだったんだ。アキラ君、相変わらず2階の窓から空き家になった隣の家の監視を続けているんですって。好奇心の強い子だな。ええ、でももしアキラ君が怪しい隣人に気がつかなかったらどうなっていたと思う？うん、アキラ君の功績大だわ。だからこうやってたくさんのプレゼントを持っていくんじゃないか。さあ行こう。ええ、皆さん、あなたの隣のうちには怪しい人はいませんか？地球は狙われています。もし怪しい人に気がついたら、地球防衛軍基地までお電話をください。ひょっとするとあなたの隣人は惑星から来た宇宙人かもしれないのです。